皆さんこんにちは、そろばんチャンネルです。本日はですね、アフターコロナというよりもですね、まあ一旦緊急事態宣言が解除されてというところで、まあ皆さん今までね、オンラインで授業を受けたりとか、まあ先生側であればオンラインで授業をしていた。で、その後ですね、その後、教室に戻ってきて、じゃあ果たしてどのように授業をすればいいかっていうことを、まあお話ししていきたいと思います。まあ、うちもですね、オンラインでしばらく授業した後、まず分散して、まあ、一つのクラスで7人ずつと、まずは午前中から、授業をして、分散してクラスを増やしてという形でね、授業対応しているんですけれども、その時に、見るべき点なんですけどね、まずですね、まず未就学児とか、あと1年生、2年生ですね、この生徒たちに関しては、やはりオンラインでやっている時は、当然基本的には、お家の人がそばにいてとか、お家の人が、やはり少しでも手助けをしながら、やっぱり授業を受けていくっていうのが、まあ、僕の、まあ、そろばん教室では、まあ、一般的なスタイルで、僕はそこに関しては何も言いませんでした。だから、お家の人が口出しをするとか、てか、口出しするっていうのも、もうそもそも、まあ、ミュートっていう、ズームっていう、アプリを使ってやってるので、ミュートしたまんまですね。音がだから出ないままで授業を受けてもらってるので、まあ、それは正直言ってわかりませんし、でももちろん、当然口を出しているなっていうのはわかります。ね。で、もちろん、できた後、こうやって見せてもらうんですけれども、まあ、いつもよりも丸が多いなっていうのもわかります。ね。なので、要するに、オンラインでやってることすべては信じてはいけないということなんですね。これは、結構大事なポイントで、まあ、子供は、親に向かって、やっぱりちょっと頑張ろうってなんかいいとこ見せたりしますし、で、親は、周りもズームで見えてるので、お、できてるぞっていうのを見せたいでしょうし、で、だから頑張って、子供にか、声をかけるわけですね。でも、そこでですよ、できているからといって、必ずしもそろばん教室にでき、来てからできるわけではないんですね。当然ですね、これは、子供たちが、これから例えば、1年生になる生徒の例なんですけれども、これから学校が実際に始まる。で、学校が始まった時に当然親は隣にいない。だけどこの2ヶ月ぐらいは基本的には少なくともみんな親と一緒に、まあ、いることが多かったですね。いることが多かったと。じゃあどうするかっていうと、そろばん教室ではわざと突き放すんですよ、これ。これはソロバン教室の、本質じゃないかもしれませんけども、これから子供たちが一人で学校に行くことが、やはりそれがまあ一応、どちらかというとまあ日常に近い。ね。で、そんな中で、今までずっと親とべったり、過ごしていた。じゃあそこ、一人で頑張らせる、なんとか自分で解けるようにしてあげるっていうことをサポートするのが先生の役目なんですね、今の時期は。ここをだから履き違えてはいけなくて、例えば生徒今分散してきてくれて、まあ一クラス実は7人だけ、でまあ2メートル離れてで授業をしやってるんですけれども、その中でじゃあ先生がはっきり言って全部見てあげるかって、実はそうではないんですよ。そうではないです。ね。で、もちろんそれに関することはもちろん保護者の方には説明をします。で、今日なんで進まなかったんですかって聞かれた時には、そういうふうに言いますし、まあ今までも進まないことはありました。だから、あえてこちらで自分で頑張ってほしいから、進めないって言ってる。例えば、6番から10番の問題があって、6番の問題は自分で解けた。ね。その後、7番、8番、9番、10番なんかダラダラして進まないっていう時は、それは、もう任せてしまいますね。そこで、ちょっとずつでもできるような形で僕が我慢をするんです。我慢をするんです。それは教えた方が早いですし、教えられます。当然ね。だけれども、そこであえて教えないという選択肢を、その場の先生としては持っておけるかどうか。やっぱり自分でできた時の喜びの方が嬉しいというのは、まあ僕はね、もう大尊敬している金本先生が言ってらっしゃることなので、まあそこはですね、まあ教えたくても我慢です。はい。それは家にいた頃の生徒と、そろばん教室に来た時の生徒と、学校にいた時の生徒のことを考えてということですね。はい。それがまず一つ目の話なんですけども、二つ目の話をしますと、例えばですね、採点ですよね。採点に関して。これはソロバンファスト実行委員会で、まあツイッターのアカウントもあって、僕もすごく賛同する意見だったんですけど、やっぱりこれもですね、採点は結構適当なことが多いです。オンラインでは。これはね、だってわからないですよ。オンラインで。丸付けしてくださいって言われて、で、先生にチャットっていうところを使ってね、先生点数報告をしてくれるんですけど、みんなね。それだって、悪い点数はあまり報告しようと思わないですね。もちろん、ズームの中では、いい点数じゃなくても、悪い点数であったとしても、まあ、ありのままの自分の、成績とかね、きちんと教えてくださいね、とは言います。とは言いますけど、やはり、目が行き届かないです。当然ね、みんなそれぞれ、カメラの角度も違いますし、一つの授業でね、まあ、1時間の中で40人とか、うちの教室とかも、オンラインで入ってきてたりしましたから、それ完璧に見るのは無理です。
完璧に見るのは無理なんですけど、ただやっぱり、普段の、当然僕は3月4月とか、まあ2月3月4月、当然、4月は授業してないな。2月3月で、普段通りに授業してる時の様子を皆さんのことを知っているので、誰が、この子はズルしてるなっていうのは、正直これは分かってしまいます。分かってしまいます。それはね、だって僕あれですよ、高校3年生から一応そろばん教室で、一応先生やってるんですよ。で、十何年授業している人に対して、まあそういったズルをするっていうのは、もうこれはね、無駄なことだと思っててくださいっていうのも、僕もオンラインの中でも行ったりとか、まあ実際の授業でも行ったりするんですけど、もう正直でもズルしてるところは全部見えてるんですね。で、僕もただ小さい頃ズルしたことありますし、で、ただそれがね、まだみんなのいる前で怒られるとかって危険性があれば、まだやっぱりそれ抑えられるんですよ。でもオンラインだと、わかんないじゃないですか、それって。ね。なので、オンラインで、じゃあ、みんなじゃあ、ズルをしている可能性があるという前提で、しょうがないけど、やっぱりこちらは見ていると。こちらは見ているんですね。それはだから、みんなそれ性善説に立てればいいんですけど、でも、実際はそうじゃないことが起こりうると。じゃあ、実際に緊急事態宣言が明けて、そろばん教室に来ますっていう時にどうすればいいかっていうと、採点は自分ではさせないっていうのが、まず一つの解決方法ですね。採点は自分ではさせずに、こちらで全て採点をすると。ね。で、そうすると、で、はい、じゃあ、はい、ちょっと直してきてね、とかって。しかも、徹底的に直しをさせるっていうところですね。で、うちのそろばん教室は、オンラインの時とかはね、まあ、当然直しもさせますけれども、やっぱり、どちらかというと、お家の方も、見てくれてるっていうこともあって、その時間っていう、だから、いろいろどんどんやっていくよっていうことを、やっぱり見せたいわけですね。で、直しをダラダラするとかっていうのも、やっぱり、ズームで特に僕が何も話してない中で、ひたすら直しを自分でやらせるっていうのもなかなかなんていうか音声っていうか声が出てない時間がやっぱり多いとオンライン授業ってなかなかきついんですよ。この YouTube もそうですけど僕がずっと黙っててはいじゃあ直しをしてくださいって言われても直しする気にならないですよね。どちらかというとね。だけどそういった場所はやはりソロバン教室に来て徹底的に間違えてるところをしっかり直しをすると。だから一つ目のその未就学児とか 1,2 年生の話とちょっと話は、異なるんですけど、その場合はその子たちは親がもともとオンラインの時に結構隣についてたと。一方で高学年になってくるとも自分で操作もできるので、どちらかというと一人で、オンラインでもこんなことできんじゃんみたいな感じで思ってる生徒もいます。ね。答え見ながら書いてたりとかね。そういうのもわかんないんですよ。だってそれカメラの角度によってとか、あと通信環境が悪かったらちょっと画面閉じてもいいですよって僕の場合は時々言ったりするので、そういうのが全く見えない状態でちゃんとできてるかどうか正直わかりません。ね。だからこそ、緊急事態宣言が明けて、オフラインでちゃんとこの来た時には、徹底的に、その辺をしっかり見ていきます。というところが、まあ、ポイントなのかなって気がしますよね。だから、どっちも必要なんですよ。ね。だから、オンラインがいい悪いとかじゃないんです。オフラインがいい悪いとかじゃないんです。どっちも必要。ね。どっちも必要だし、先生も、その場合に応じて、使い分けていくっていうことが、これはもうすごく求められていることなのかなというふうに思います。ただ、僕ら正しい方らしくないからわかんないですよ。そんなんで、ただ一応十何年一応そろばん教室で、まあそろばんの先生をやった経験があるっていうことからして、まあその経験がね、もちろん命取りになることもありますけれども、まあその時に応じて臨機応変に対応していくってことがね、やっぱりそろばんの習う側も、そろばんを受ける、授業を受ける側も、そろばんの先生も大事になってくるということですね。まあこれから本当に第1波が収まって第2波がどのように来るかどうかはわかりません。ね、だからまあさっきこの間もお話ししたように台風の時なんかは今日はズームでやりますよって言ったら別に回線は別に台風だからってね途切れることはほとんどないわけじゃないですか。だからそしたら台風の日はそれでやれますし今までだったら臨時休校にしてましたけどそんなことは全くする必要がなくなったということでオンラインのいい面もありますしただしそれが万全ではないということはぜひ皆さん頭に入れておいてもらえればと思います。はい、それではですね、まあオンラインとオフラインの授業についてね、また通常通り授業が戻ってきたら、またいろいろ話すネタが増えてくると思いますね。ちょっと最近ソロバンネタじゃなくて教育ネタが増えてきたっていう部分もあるんですけれども、ぜひね皆さんまたねソロバンに関することを聞いていただければと思いますので、引き続きチャンネル登録コメントなどよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた良い一日をお過ごしください。さようなら。